ントロクイズのスピリトンミュージック。この番組はイントロクイズサークルオンタマがメンバー共通の趣味であるアニメソングの成分少し多めで、好きな曲やコンテンツの話、さらにはクイズの時に考えていることなどのトークを通して、皆さんと一緒にクイズの世界を盛り上げようと奮闘していく番組です。事前に一つのトークテーマを決めてトークを始めますが、最終的な展開は撮ってみるまで分かりません。今回参加するメンバーはキョンとヤスオとナルとソキウスです。今回はこの4人でお送りします。では今回のトークテーマに入りますが、スピリットミュージックという番組ではいくつか大きな趣旨みたいなのありますが、その中の一個大事なものとして、これも過去何度も言ってますが、クイズについて考える会っていうのをいろんな形で過去やってきました。その中で特に安尾くんが言っていた語る言葉を持つものを出したいんだっていう言い方で、何度か自分の出題とか競技とかに関する話をしてくれたことがあったんですが、今回はそれに付随してこんなテーマでやってみたいと思います。今回のトークテーマはイントロクイズ出題者と語る言葉を持たないものについて、簡単に言ってしまうと出題リストの組み方についてをやっていきたいと思います。というわけで、なかなかやばそうな回ではあります。歯ごたえありそうですね。というわけで、過去の言葉からも引用した通り、安尾くんの言葉が今回のトークテーマのきっかけになるので、早速安尾くんに聞いていきたいんですが、変なところつけちゃったな改めて、過去の回では安尾くんはさっきも言った通り、自分自身は語る言葉を何かしら持っているものを出していきたいんだっていうことを言っていたけど、それは間違いないよね、多分今のところ。そうですね、多分それは今も違いないかなと思ってます。なのであえてこういう聞き方をしてみますが、じゃあ語れない、語る言葉を持たないもの、語れない楽曲とか人物とかを出題するときのリストに入れることって、安尾くん自身ではどこまで、ありその企画自体どういうコンセプトで進めるのかっていう別の問題はあると思うんですけど、はい、例えばこう好きにリスト組んで出していいよっていうような話なのであれば、うん、まあそうですね、ただその全くそれを入れないっていう、その語れない楽曲を入れないっていう多分選択肢はないかなって思います。うん、その分量の差はあれど少しは入れる、少しは入れる、っていうのがこう今のスタンスかなとは思います。出題することによってそのジャンルへの理解を、例えば出題された側が、あ、これこうなんだよねみたいなこと言ってくれる時とかもあるじゃないですか、っていうことだったりとか、あるいはその自分がその出題する上でそういったところに触れて自分のその理解を深める機会にしてみたりだとか、そういう機会につながると思っているので、全く出さないっていうことはないとは思ってます。ただ、その好きにやっていいよって言われるのであれば、やっぱり当然語ることができる楽曲中心にはなるとは思いますね。安尾くん的には、前の回で勉強みたいな話の回もありましたが、そういった意味での勉強的な意味で語れないものをあえて入れるっていう可能性はあるってことね。そうですね、その自分の理解のためにっていうのはあると思います。じゃあ同じ質問をナルくんに投げてみようかな。ナルくんはどこまでありと考える、はい、語れないものを入れること。先ほどもちょっと自分の中でいろいろ考えてみたんですけど、その曲の存在を知ってるかどうかっていうところにまとまるのかなと思いまして。それはナルくん自身がってこと？そうですね、認知してるか、補足情報とかなしにその曲自体を曲として認知してるかどうか。おお、なるほど。自分がその曲をどういう曲かを、その音楽の中身かつ付随する知識も知ってたらもちろんリストには入れるんですけど、本当に全くもうなんか聞いたこともない歌手でさらに聞いたこともない曲ってなると、どういう曲なんだろうであったり、それに付随する知識も全くないとリストに入れたとしても、実際に出題しても
なんだろうこれってなってしまうので、やっぱりこうリストに入れる上でもまずその曲自体、まあ、存在をもう認知してるかをまず最低ラインとして実際リストに入れるか入れないかの分け方はしてるっていう感じですね。じゃあちょっと意地悪な聞き方かもしれないけど、その認知していないってことは、それって要するにその楽曲の存在を知らないってことだから、そもそも認知以前に選択肢の候補に入ってないんじゃない？それって何かしら楽曲のこと知らないとそもそも認知しようがなくないって思っちゃった。ああ、そのリストに入れるか入れないか以前にもう知らないものは知らないってことですよね、うん、そもそも認知する前段階としてリストに入れるっていう行動を取らないんじゃないかなって思っちゃったんだけど、その点はどう？そうですね、だろうな。なのでナル君が言ってくれた言葉的に言うのであれば、知ってはいるけれど認知はしているけど語る言葉がないものについての話かな、今聞いてみたいのは。語れる知識はないけどその曲自体をまあ知っていたら、うん、まあリストには入れていいのかなっていうところなんですけど、どう？自分自身がそれを知っていたらリストに入れる可能性はある。語る言葉を持たないけれども知っている楽曲だったら語れなくてもリストに入れることはあるっていうことかね。あ、まあ、そうですね。自分の普段の J-POP 主催する場があるんですけど、はい、リスト組むにしてもやっぱりこうその曲自体は知ってるけどなんかこう深くこう付随知識語れないなっていう曲は、うん、出題リストを組む上でもやっぱり曲自体知ってるっていうものがもう少なからずあるので、うん、その自分が出題リストに入れるときはその曲自体この曲の中身をあこういうなんかメロディーだなとかサビがなんかこういうメロディーだなっていうものがもう一部でも認知していれば出題リストに入れていいなっていうところです。まあ、今の話って、まあ、この後も多分論点として出てくるかなとは思っていたんだけど、よくイントロクイズを伝えするときに楽曲に対するフォローっていう言い方で解説とかをしたりするっていうことが割と一般的にあるんだけれども、そのフォローの時にどれだけ解説できるかどうかみたいな話につながるのかなって今の聞いてて思った。ああ、そうですね。そのフォローのやり方で語れない楽曲語れる楽曲の差とかも埋まるのかなみたいな話につながるのかなと今勝手に思いました。つながるかどうかわからないけど。じゃあキョンさんにも同じ質問するね。どう？自分は多分皆さんより明らかに出題リストに入れるハードルが低いんですよ、圧倒的に。低いっていうのはどういうこと？いろいろな曲をすぐに入れるという意味でですね。うん。なんで自分の中ではまあある程度の基準はありますけど、というのと同時に、うん、もちろん全ての楽曲がそういう付随した知識補足情報とかその楽曲の情報であるとか、うん、それこそこの曲好きなんですだけでもいいと思うんですけど、うん、そういう情報が語れる全て語れるのがベストだと思いつつも、うん、やっぱり全部は無理だっていうのはもう自分の出題リストがもう2万8000曲を超えているので、はい、まあそれを踏まえてもちょっと全部はちょっと現実的ではないっていうところが今生じてまして、はい、出題リストに入れる上で例えばこのアーティストの中ではある程度人気があるっていうことが分かっている、例えば、うん、ライブとかで結構演奏されている楽曲だとか、うん、それからカラオケでランキングを見ていって比較的上位にある楽曲、うん、いろんな方に歌われている楽曲であるというのがなんとなく分かるだとか、うん、まあ、場合によってはシングル曲、割と J-POP のイントロクイズとかってシングル曲っていうのを大事に扱う傾向が、まあ、前回もちょっとちらっと話したかも、シングルでアルバムの話をしたかもしれないですけど、はい、そうですね、シングルの曲を大切に扱う風潮もあるので、そのシングルの表題曲であればある程度有名なアーティストだったら割と簡単に入れちゃっていいのかなとか、そういう風に感じることがあるんですね。ってことはキョンさんは、まあ、今の話だと J-POP の言い方をしたから J-POP の話をするけれども、 J-POP のシングル曲であれば語れなくてもどんどこ言えるってこと？
全部とは言いません。ただし、うん、ある程度広く知られているアーティストのシングルの曲であれば入れてもいいのかなと、うん、広く知られているのであればっていうことか。そうですね、あのそのアーティスト自体が国民に広く知られているのであればある程度シングル曲は入れていいと思ってます、うん、特にそれ以外タイアップあるない関係なくみたいなところもちょっとありますけど、うん、じゃあちょっとだけその話を広くとって、国民的にそんなに人気があるかって言われたら間違いなくそこまでではないとは言えるアーティストではあるけれども、例えば音楽シーン一つ考えても、もしくはそのアーティスト単体で考えても、この曲重要だよねみたいなシングル曲がすごいどでかいものがあったとしたら、そういう楽曲は語れなくても入れるのかな。私は入れます。そういう情報を知ることができたらってこと。そういう情報を知ることができれば私は入れる。主題リストとして楽曲を入れておく価値があるというふうに判断しますね。なるほど。まあ、ちょっと今そういう聞き方をしたのは、自分がこのテーマを設定するにあたって考えたことの一つにつながるのかなって、まあ、勝手に思ったんで話をつなげたんですけども、それってどういうことかっていうと、まあ、今のは J-POP っていう話をしましたが、その J-POP っていうものを広く考えたときに、まあ、講義の J-POP とでも言いましょうか。その中で何度も過去の回で言ってますが、音楽なんて探せばいくらでもあるので、もちろんそれが日本の音楽っていう、まあ、広い意味の J-POP である日本で生まれた音楽ってだけで考えても、音楽ジャンルとしていろいろあり得るっていうのは、まあ考えてみればそうだろうな、多分これ皆さん得してもらえると思うんですけど、その中で例えばこの音楽ジャンル、日本のやつで出てきてるやつの中で国民的に有名とまでは言い難いけども、その中ではすごく有名だなみたいな楽曲についてちょっと考えた方がいいのかなって私は思ったので、ちょっとさっきの話題をキョンさんに振りました。私もその点に関してはそのジャンルの中で特筆すべき観点があるのであれば、まあ、シングル曲かどうかは別にして、まあ、でもだからといってさっき言ったようなやつは考慮に入れる、考えてリストに入れるってことは私はします。じゃあ今の話をちょっとなるくんにもう一回振ってみるんだけども、なるくんはその広く J-POP っていうものも、さっき J-POP のサークルを運営しているって話もあったけれども、はい、そういういわゆる売れ線、すごいヒットチャートを駆け抜けた J-POP のジャンル限定の回でなるくんはそのヒットチャートっていう指針の話もしてくれたけども、はい、そういうところには乗らないけれども、例えば日本で生まれた楽曲で何かしらの音楽ジャンルとか何かしらの音楽的な文脈で見たらこの楽曲ちょっと特筆すべきとこがあるな、でも語れないなっていう楽曲はどうする？もちろん前提としてそういう情報を知ったとしたらだけど、キョンさんのようにそういう情報を知ったらもうとりあえずは入れとこうみたいなスタンスなのか、もしくはそうではないのか。やっぱりそのような楽曲に関してはこうやっぱり自分の中で一度聞いてでこう、うん、調べてから質に出るからっていうところですね。逆にも語る言葉を作った上でそういったものとして出していくって感じか。そうですね、それは今のところキョンさんとは違う立ち位置だね。まあ全部が全部はそうとは言わないけど、まあ先ほどはこうメロディー一部知っていればまあ質も入れていいとは申し上げたんですけど、まあ全部っていうわけではないですけど、やっぱりこう語る上でどのような理由を持ってその曲が有名なのかというところはやっぱり知り得ておきたいので、うん、可能な限りでは自分で調べて、あこの曲はこういう風に有名になってるんだなという自分の中で落とし込んで納得してリストに入れるのが自分の中で一番落ち着くところなのかなと、うん、じゃあさっき出したばっかりの伏線を使いそうだからもういきなり回収しちゃうけれども、はい、じゃあなるくんはさっき言ってくれたような立ち位置から考えると、その楽曲に対しての解説とかフォローがきちんとできるようにするっていうところを上位に置くって感じなのかな。そうですね、こう普段一曲一曲で自分で語れるところは、まあ、その楽曲自体の付随知識で語れるところは語って、でまあ、どうしてもちょっとその曲について語れないなって時はちょっとこうアーティスト的にこうちなんでみるだったりとか、うん、あとこうまあちょっと個人的に
昔こういう経緯があってね、こういう曲知りましたとか、こうこの曲聴くとなんかこうこの作品を想起してしまいますよねだったりとか、うん、でそれでもまあ語れない場合はちょっとこうイントロクイズ出題している場で他の参加者の方がたまに書くちょっとこう雑多なコメントを見て、あこういう付随知識があるんだなって収集したりとか、まあ、そういったところで語れない部分については他の方の雑多コメントを見ながらこうちょっと自分の中でこう吸収して少しずつ吸収していくという感じにしていますね。じゃあやっぱり語れないものは語る言葉を持てるようにしていこうっていうのがなるくんの中では大きいんだね。はい、まあ、語れない曲はについてもたくさんあるんですけど、まあ、少しずつこう自分の中でこう吸収していくというスタンスは持っているという感じです、うん、なるほど。じゃあ安尾くんにまた話を回しますが、安尾くん的にはさっき言ったようなバランスの取り方みたいな話になるのかな、今の話って、はい、そういうまあ広く音楽を見渡した時に、例えばこのジャンルのこれだったら特筆すべきことがあるよねみたいな楽曲を知った時にでも語れないってなった時に、安尾くんはどういう立ち位置スタンスを取る？自分も例えばそのまあ、これもちょっと難しいんですけど、うん、まあ、そこはあるジャンルでこれは知ってるべきだよねみたいな形で、そこはもう何て言うんですか、出題価値っていうんですかねっていうところを感じるのであれば、うん、まあ、入れておきたいとは思うし、多分それをこう自分が知らないのであれば、多分それは自分の音楽に対して このアンテナの張り方っていうか、うん、知識のアップデートっていうかがこう足りないのかなっていうところだと思うので、うん、そこはさっきのなるくんじゃないですけど、語れるようにしておく、語れるようにはすると、まあ、するけど一旦その自分の体を通す、自分はこれ聞いてどう思ったのっていうような、自分の体を通す作業っていうのは必要なのかなっていうふうに思ってます。なるほど。まあ、これの話は、まあ、前にやったオールジャンルの難しさの話、オンタマがやる鍵括弧付きのオールジャンルって大きい声でおすすめはできないんじゃないかみたいな話をした回をやったんだけれども、まあ、その回にも通じるなと思って、安尾くん的には、はい、今話題に出たような、広く見渡した時にこの楽曲は特筆する、チャートとかとは別の指針でジャンルとか文脈として特筆すべきことがあるなって楽曲は語れるようにして、もしリストに入れるなら出すっていう話を今してくれたけれども、はい、じゃあその話ってそのオールジャンルの難しさみたいな時にもやった参加してる方を見て出題リストを決めるみたいな話との関係性をちょっと聞いてみたいんだけども、出題するリストとして参加者のことを伺って、はい、ある種万人向けを目指す方向性っていうのと、安尾くんが知ったその特筆すべき楽曲、これってちょっと一見話としては別の方向性の話になってるなって思うんだけども、この2つのどうつなぎ合わせる？いや本当にそれ難しいなって思ってるんですよね。うん。参加者の方を重視する、もしくは自分自身の体を通ったって言い方さっきしたけど、そういった楽曲の語れる言葉の方を重視する。自分個人としてはキョンさんほど人を見てじゃあこの曲出そうっていうような経験があんまりないので、うん、これまでのその自分としては自分の体を通してっていう方のウェイトの方が高いです。そっちの方のウェイトが高いと、うん、ただそのこれからいざこう自分が出題者側に回って相手を見てその出題するっていう風になった時にどうするのかっていうのはちょっとまだ自分想像できてないんですけど、ひょっとするとそこはちょっと揺らいじゃうところももしかしたら出てきてしまうのかなっていう風にはちょっと思ってます。なるほど。ただそのできるだけ自分の体を通して自分で感じたその出題価値を伝えるっていうところはできればその軸として持っておきたいので、うん、そこはちょっとできれば動かしたくはないんですよね。自分の体を通ったものを伝えたいっていうのは、うん、今話してる話はもちろんバランスの問題なので、どっちかだけがすごい重要だって話ではもちろんないっていうのは前提の上で、その上で安尾くんはどちらかというと自分の体を通ったもの、はい、要するにこの回のテーマである語る言葉を持つようになったものを、まあ、音楽ジャンル的なことはどうあれ、メインストリームがってことはどうであれ、まずは参加者のことを伺うというよりかはそっちの方にウェイトを置くってことかな。まああの
今までそういった相手をこう見ながらっていうところをあまりこう意識していなかったのでそうだったのかもしれないんですけど、うんうん、まあ、その今までの傾向から言ったら断然体を通してって方がウェイトが高いっていうところですかね。なるほどね。っていう今の話はオールジャンルの難しさの回でキョンさんが言っていた参加者のことを伺うっていうキーワードを使って質問したんだけど、じゃあその今のキーワードを言ったキョンさんに今の質問を投げてみようと思うんだけど、キョンさん的にはどう思う？今安尾くんと対話したのはオールジャンル出題とかをするときにっていう話で、前の回ではオールジャンルの難しさっていう回を取り扱ったように、参加者のことを伺ってそれに見合ったリストを出していこうとするのがどちらかというとキョンさんの考えではあったっていうのはまずそうだよね、多分ね。そうですね、はい、っていう話と、今回出てきたような何かしらの大きな指針とかっていうところからは漏れるかもしれないけれども、さっき言ったように何かしらの文脈で特筆すべき楽曲があって、それを出題リストに入れようかって考えた時に、じゃあキョンさんはその顔色を伺うっていうことと自分の中で重要性があると思った楽曲、まあ、キョンさんの場合は語れるか語れないかはそこまで大きな重きを置いてないっていう言い方だったけど、その2つのバランスをどういうふうに考える？そうですね、もちろん語れる曲が多いに越したことはないので、まあ、できればそういう曲を中心に出していこうっていうのはあるんですよね。うん、うん、まあそうだね。そんな中でもやっぱり参加者の方を見ながら出すっていうのが一つ、参加者の方々のパーソナルを知ってるっていうのも大きいことであるんですけど、その知っている中でも全部を知っているわけではないので、うん、その中でも新たに今までは知らなかったけどこんなところも撮れるんだみたいな、そういうところも大切にしていきたい思いがあるので、うん、だから普段その人が撮っていないような曲であっても、とりあえず出題をして反応を見て、うん、あこんな感じなんだっていうのを知ることもありだなというふうには思っているので、うん、自分のリストにある曲っていうのは少なからず誰かしらには刺さるんじゃないかと思って入れているところあるんですよ。その誰かしらっていう範囲はどこまで？その場に参加している誰かしら、もしくはもっと広い意味での誰かしら？もっと広い意味での誰かしらです。だからもしこの人の曲が好きであれば知ってるんじゃないかぐらいまでの、そのぐらいの範疇ですかね。ってことはそれってもう少し話を進めると、まあ言い方悪いかもしれないけど、どんなマイナーな人の楽曲であっても出すってこと？そうですね、どんなにマイナーな人の楽曲であっても何かしらで特筆すべき点があるとするのであれば、それはきっと誰かが聴いている曲だと思うんですよ、うん、誰かしらが聴き得る曲だと思うので、その誰かしらが拾える可能性のある曲なのであれば入れます。うん、その拾える可能性っていうのはどこで判断する？キョンさん的には本当にそれは文字通りゼロじゃないから出すっていう方の意味？そうではない？やっぱりどうしても自分はアルバムとかで楽曲を仕入れることが多いので、うん、どうしてもアルバム曲とかっていうのが大量に増えるわけですよね。なので、うん、そういう曲に関しては本当にそのアーティストの中でも人気のあるライブでもよく演奏されるとか、そういうことでない限りはちょっと出せないかなって思っちゃうところがあるんですよね、うんうんうん、なのでもう本当に個人レベルで自分は好きなんですけどっていう形でそういうアルバム曲を出すことは往々にしてあるわけですけど、さすがに他の人のそういうところまでは考えきれないので、はい、そうではなく何かしら語れるトピックがあるのであれば、そのトピックをもとに誰かしらが聴いていてその曲が好きであるとか、すごく馴染みのある楽曲であるとか、そういう可能性があると思うので、うん、自分はそこの可能性を排除したくないから入れるっていう感じですね。何かしらのトピックス、まあそれはキョンさん自身の解釈によるものっていう前提はつくけれども、その解釈のもとでトピックスがあるならばその可能性にかけてみるってことかな。そうですね、なんていうかもう制限を設けたくないというか、できる限り。なるほど。それこそこの世にある全ての曲をイントロクイズとして出題してもいいとは思うんですよ。正解が出るかどうか
ともかくとして。おお、そこまでいきますか。これはまた、まあ、難易度の回みたいなことも前にありましたけど、そっちにもつながるようななかなか大変な言い方をしましたけど、くのさんは。まあでもそれは現実的ではないですよね。何も考えずにそういうことを出題しようとするのは無理があるので、うん、そこはやっぱり工夫が必要なんですけど、うん、まあなんで自分はそういうところであまり制限をかけたくないなっていう思いがあります。まあ、今の話聞いててちょっと個人的に思いついた論点があったんですけど、今回の話はあんまりそのいわゆるイントロクイズの界隈の中である、そして音玉的な意味でのジャンルの二分法、 J-POP とアニメソングっていう大きな二分法での話、これまでの回でもその2つのジャンルそれぞれについて扱いましたが、それぞれのジャンル、この2つのどちらかといえばこっちの方を主に聞く人が集まる、そういう人たちも参加するオールジャンルの場において、もう片方の例えば J-POP が主に聞いてるなって人から見たアニメソングジャンルと、アニメソングジャンルが主に聞くなって人から見た J-POP のそっちの参加へのハードルの高さみたいな話につながるかなと思ったんだけど、それはなんか今の聞いたらキョンさんの話から感じたんだけど、ちなみにその辺キョンさんどう、まあ、簡単でいいや本当に。いや、まあ実際あるとは思うんですよね。うん、全ての曲を聴こうとする人って稀な方だと思うんですよ。やっぱり自分の好きな曲を聴いていたいっていう人がほとんどだと思うんですよね。それがマジョリティだと思うので、うん、そういうことを考えるとどうしてもそのどっちが中心である場とかっていうのは飛び込みに行くみたいな感覚になると思うんですけど、それがそのオールジャンルの難しさである、オールってなっちゃうとどっちかに苦手意識を持っていることで参加しにくいみたいなハードルになっちゃってるっていう感じかな。可能性もあるとは思いますね。うん、まあこの話はちょっとここだけで扱うにはまだちょっと時間が足りないのでこれくらいにしときますが、じゃあこの回の最後としてオールジャンルの難しさ回で私が最後投げかけるだけで投げかけて終わったテーマはがあったんですけども、それって何かっていうと、オールジャンル出題において出題者の手癖が読まれてしまっている場合、そういう時にどういう対処を取るか、さっきの今回で言うならばどういうバランスで組むかみたいな話をしときたいなと思って、やっぱこの話はまあ引き続きになっちゃうけどキョンさんの話に一番つながるかなと思うんだけど、その何度も何度も出題の経験があるっていうことが参加者からして、ああこの人はこういうところを多く出すんだなっていうのがなんとなくでも読まれてしまっている場合、そういった現状っていうのはおそらく経験が多くなればなるほどあるとは思うんだけれども、そういった時にキョンさんその自身の手癖みたいなものについてどういうことを考える、要するにその手癖があるっていうのを見抜かれている状態でキョンさんはどういうリストのバランスを取るか、取ろうとするかか。そうですね、もちろんその手癖っていうのはあると思いますし、そういう曲は出さないのも不自然なので出すんですけど、うん、まあ言ってしまえば自分の手癖いろいろありすぎてもはやつかみどころないと思ってて。ほう、なるほど。だからそれこそ一つとか二つとかに手癖が絞られてしまっている場合はそれが出てくるってなるとすぐ反応されてしまったりすることはあると思うんですよね。うん、ただ私の場合はその手癖があまりにも多すぎるところが急ではなく変化球的な、はい、そういう変化球の持ち玉が多いと思ってるので、うんうん、だからもう手癖、あこの人そういえばこの手癖あるよねみたいなことを出されて気がつくみたいな、出題される前に気づかれることはないっていう感じに近いかなって思うんですよね。うん、じゃあ前の回で少し話題にしたけど、その効果音が一音押しされる世界みたいな話を前の回したじゃん。はい。それって手癖を読まれてることにならない？まあ手癖を読まれてるのうちの一つではあると思うんですけど、でも結局のところ、うん、そういうのがものすごく多く飛んでくるわけでもないっていうところで、うん、まあ仮に何日も連続で出題していた中でそういう曲を弾いてしまっ、何回も同じようなのを弾いてしまったら、ああ、うん、こんなこともあるよねみたいな感じで面白くコンテンツ化してごまかしてしまうところはあるかもしれないですけど、うん、まあでもそういうのって本当に稀なケースだなというふうに思うので、もし、うん、もうこれはちょっとあまりにも天丼だなとか
そういうことに関してはしばらくは出さないで放置する。たとえそういう次第をフリーバッティングで楽曲をシャッフルして弾いたとしても出さないでまた別の機会にみたいなことはすることはありますね、うん、今のはまあ効果音とかそういうどちらかというとその他に分類されるようなものを中心に話したけども、じゃあ音玉的には鍵かっこつきが J-POP、 狭い意味での J-POP 的な意味での手癖みたいなものが読まれているっていう可能性もあり得ると思うけど、その点はキョンさんはどう思う？キョンさんだったら J-POP っていうくくった中でもこの辺は出ないなみたいな、もしくはこれは出るなみたいな、まあ、少なからず参加者の方は感じているところはあるとは思うんですけどね。ただその点に関しては、うん、直球に関してはそういうのは極力なくそうと思ってるので、極力なくそう、おう、何が出てもおかしくないぞというのはほうほうほう、ちょっと意識をしているところで、特にそうですね、私の場合 J-POP だと20世紀の J-POP だったり歌謡曲とかの分野がすごい薄い印象を持たれている方が多分多かったと思うんですけど、今はそんなことないよっていうのはすごく声を大にして言いたいところであるんですよね。なんで自分はそういう J-POP だったりアニソンだったりっていうところで手癖みたいなところを読まれないようにはしていきたいなって思ってます。なるほど、心積もりとしてはそういう感じなのね。そうです。じゃあまあこの回本当に収録時間が長くなってきたので、うん、やっぱりまた別の回を置いてなんかこれに続く話をしてみたいなって思ったし、なんなら自分のスタンスの話をまだ一個もしてないので、今回は進行にほぼ徹したみたいな形で終わらせますが、これも最後に言うだけ言って終わりますね。今キョンさんが言ってくれた主流の、まあ、中心となる J-POP、まあ、もしくはアニメソングの中でも手癖的なものがあるとはしても、いや自分自身の心づもりとしてはそういったところがあまり偏りがないように出していくとは言ってはいましたが、例えばこれがこの回の中盤で出したような何かしらの音楽ジャンルで特筆すべき楽曲っていうのはやっぱりあるので、そういったものもう少し今の話につなげて言うならば、まだ知らないけれども認知はしていないけれども、そういうトピックスがあるタイプの楽曲についてはそこにはやっぱり手癖がどうしても発生するなっていうのは今私が思ったことなので、その点での手癖みたいな話ももうちょっと進めていけたらいいななんていうことは思っています。やっぱり大変なテーマですね。ではいつものコーナーに参りましょう。この番組では毎回最後に1分以内で今紹介したい1曲を持ち回りで語ってもらっています。今日は安尾さんお願いいたします。では準備いいですか？大丈夫です。今回私が紹介したいのは、一応その今回 の、 あの語ることができる楽曲ということで、キンキキッズのトパーズラブという曲を紹介したいと思います。これはですね、2018年にリリースされた39枚目のキンキキッズのシングルでして、そのデスティニーっていうですね、あのタイムボカン逆襲の三悪人っていうそのアニメのまあデスティニーがオープニングで、このトパーズラブがエンディングに起用されている楽曲なんですけれども、まず突発性難聴からこう堂本剛さんが復活して書かれたっていうですね、いわゆるその曲の背景のドラマ性もさることながらですね、なんといっても私が聴いてほしいのは曲の最後の D メロ。これ悲しいちょっとその恋愛を歌ったアッパーチューンな楽曲なんですけれども、最後の D メロ2人のユニゾンがものすごいことになっているので、ぜひこれは聴いてですね確かめてほしいと思います。よろしくお願いします。おお、トパーズラブか。これはマジでいいですよ。改めて確かに言われてみたらそうだね、当時のキンキキッズをめぐる流れの中ではその突発性難聴とかっていうのもあるなっていうのは確かに今聞いてて改めて認識したな。なのでそのトパーズっていうのとその突発性難聴の突発っていうのも若干こうかかってるっていうところもあって、うん、まあこれ語ることができる楽曲っていうことでちょっと今回チョイスしてみました。そうだね、楽曲にまつわるエピソードを自分が知ってる状態だね。なるほど、いいエピソードでした。そういった楽曲を今回紹介してもらいました。ではエンディングです。この番組は水曜日と土曜日の夜7時の週2回プラスアルファで新しいエピソードを YouTube、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast で配信しています。
概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っています。そして各種ポッドキャスト媒体ではその回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載しています。また YouTube や Twitter でのハッシュタグスピリトンミュージックなどで皆様のコメントをお待ちしています。最後にもしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、 Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いです。それではまた次回お会いいたしましょう。